皆さんは使い捨てカップをどのくらい利用しているだろうか。ドリンクの持ち運びに便利が飲み終えると容器はすぐにゴミとなって舞う。この問題を解決するかもしれない使い手ないカップが登場した。それがサークルカップ、サークルカップという容器。廃材の竹を主原料としたバ・オマスプラスチック、生物由来の原料を活用したプラスチックで作られていて。 洗って、再利、できるのだ。容器の丈夫さと対応性も、特徴で、器洗浄乾燥機でも使用できるほか、マイナス40度プラス140度の体、耐熱性能を持つ。長く安心して使えるもの、なっているという。容器の利用システムも変、っている。サークルカップはテイクアウトで、貸し出し専用で、サービスの提供もと、合同会、ブルドーザー、東京、渋谷区、 と契約したパーナー店舗に置かれている。客として利用する。合わせ、店頭でドリンク代カップ利用料の300円をし、う必要があるが、飲み終えたカップを返却する。と、エコ協力金として300円が現金で戻ってくる。まり、カップ自体は実質0円で利用できるのだ。た、その日に返さなければいけないのと思うがいるかもしれないが、そこもご心配なく。 カップの返却期限は、ドリンクの購入日を含めて8以内で、パートナー店舗ならどこでも返せる、見たい時に頼み、時間がある時に返せばいいのだ。サークルカップは2021年7月20日からサービーを開始し、8オンス、約 240ml のカップを、都内の4店舗、2021年9時点で提供している。パートナー店舗は順次、癒していくという。 八音ス容器のサイズ、高さ100ミリ、郊外系の底部約52ミリ、上部約80ミリ、テイク、ウッドの考え方を変えるような提案だが、紙子、プのようにくしゃっとはしないのだろうか、容赦の反応も気になるところだ。サークルか、プの発案者である、合同会社ブルドーザーの表、中西理恵さんにお話を伺うと、再利用で、ることで、 客や飲食店にもメリットがあると、う、サークルカップの開発経緯を教えて、2020年春が2歳、当時1歳の子供と外出した時の出来がきっかけです。休憩した時、子供は持参、タオ菓子やお茶を、私はテイクアウトしたコーヒーを楽しみました。さあ行こうという時は、子供のストローマグなどを、当然持ちきのですが、 飲み置いたカップは何気なくゴミに捨てました。その時5分、10分しか使っていなのに捨てた自分の行動をこれっていいのかとふと疑問に思ったのです。環境問題にはそまで興味がなかったのですが紙カッププカップについて調べると製造や廃棄にかか環境負荷が多大であることを知りました。カップは膨大な数が消費されるので 再利用でき、システムを作れないかと思い、この会社を率上げました。開発でこだわったところは、か、の品質には、こだわりがあり、飲食店、お客様、環境に、メリットがある、味方良しを目指しまし、た、具体的には、飲食店が洗いやすいように食、洗浄乾燥機に対応したり、お客様が気軽に圧し、直せるように、電子レンジに対応したりして、ます。 容器のサイズ感にもこだわり、カフェで割れることの多い8オンスを採用しています。キワの利用者からは12オンス、約3 5 0トルもあれば嬉しいのお声をいただいておりますので、需要が、ば提供も考えています。普通の紙カップやプカップとはどう違う特徴は素材に竹を主量としたバイオマスプラスチックを使用していることです。竹は、 竹貝を予防するために、後的に伐採され、廃棄されています。サークル、カップの製造には、そのように廃材となった他を活用しているので、廃棄物削減にも貢献しています。万が一廃棄される場合でも、弊社調べは、従来のプラスチック製品と比べ、廃棄時の酸化炭素の排出量を46%削減できるというメリットもあります。カップの耐久性は どのくらい利用できる高い場所から落とすなどして、買いない限りは半永久的に使えます。プラス値の食器を想像していただければと思います。初的な紙カッププラカップは厚みが0.5ミリ。下のものが主流ですが、サークルカップの厚は約2ミリで簡単には破損しません。再利用すことで衛生面での問題はないコロナ禍でもるので、 衛生面はすごく気にしました。高温で、かり洗える食器洗浄乾燥機での洗浄を重視していて、飲食店にもそこは伝えています。カップの作りも凹凸などをつけず、洗いやすさにだわっていますので、問題はございません。カップ利用料とエコ協力金のシステムを設定し、狙いは使い捨て紙カップの料金はドリンクに含まれており、 購入者には実質0円という感だと思います。その手軽さを生かしたいと思え、このシステムを考えました。カップを変換すはお金は戻ってきますが、利用料が100円程度で捨てられかねないので、300円に設定しています。プがクシャッとした時はどうなるプラチック製ですので、クシャッとなることはありません。考え得る破損は高いところから落ちと手割れる。 踏んでかけることでしょうかか、自体は対応品となるため、破損、汚損の場合、パートナー店舗に返却してもらえますが、早期は、店舗側にて再利用できないと判断されたのは、エコ協力金をお支払いしません。個人や、食店が、サークルカップを利用するメリット、飲み置いたカップを捨てる場所がなく、自動、売り機の近くにあるようなリサイクルボックに無理に入れられている光景も見ます。 さあ、ルカップはパートナー店舗であれば、どこで返せるので、個人はゴミ捨てのストレスを勘、ず、テイクアウトを楽しめると思います。今後、お店の判断で、サークルカップで頼めば値引きされるような取り組みも進めていきたいで、飲食店にはお客様が持ち込まれた米ごとを洗い直すなどの作業の手間が省かれる子が期待できます。また、自社のロゴが入ったカップが、 路上に捨てられていると気分も良くはませんし、回収廃棄にもコストがかかります。小毛削減できます。利用者からはどんな反応を寄せられているパートナー店舗によると、コーヒーのサブスクリプションサービスの利用で毎日利用する紙コップがもったいないと理解している方がいるそうです。紙コップよ、も作りがしっかりしていて、素材感も良いという反応をいただいています。また、 SNS に投稿してるサークルカップの情報を見てぜひ体験しみたいと利用された方もいます。その方からシンプルなシステムで初めてでも使いやす。これからパートナー店舗が増えて利便性ががってほしいと言っていただけました。ビジスモデルとして持続可能性はあるのサークカップのパートナー店舗からは月に2200円税込み契約料をいただいていますので ビジネスと手も成り立ちます。2021年9月時点では試験期間のメム料サークルカップを通じて伝えたい子、は私たちが目指しているのは使い捨てが遠い前でない世の中です。サークルカップが使い捨てカップとマイタンブラーの間にある第3カップになれればと、使い捨てカップがマイプタンブラーに移行すれば、 サークルカップはお役御免になるでしょうがそれでもいいと思います。使い捨てをなくすための捨てになれればと考えています。我々も気軽に試すことができる環境のことを考えた取り組みと得るだろう。普及すれば客や飲食店にメリもありゴミも減ってゆく。サークルカップはんな変化を目指していた。コロナ禍では低アウト需要も高まっているがこのような取り組みが増えれば 捨てることが当たり前から、手ないことが当たり前に、人々の意識が変わ。行くかもしれない。関連記事、マイボトル、水入れ、ティーバッグで、日本茶を世界へ、柔軟な発想、もたらす、海外進出のチャンス新開発の給食、牛乳パックは、ストロー不要。ストローレスで、ペットボトル50万本分脱プラスチックへ。<music>